前田都市期2月4日から1948年9月9日は日本の軍人。最終階級は陸軍大尉。加賀前田家の文家、前田男爵家の着手として生まれる。利高氏の出た家は加賀藩主、前田成康の十字南、前田利武が男爵になったことに始まる。利高氏の父である前田利公は元と山藩主。 前たり声の三男で、年丈の養子となって、男爵家を継いだ。学習院を経て、1940年に、法政大学法学部を卒業し、三井物産に入社する。その後、太平洋戦争で出兵し、インドネシアで終戦を迎える。オランダ軍によりティモール島、クーパンの収容所に収容され、戦犯として、1948年4月29日に、 行われれた裁判で死刑を宣告される1948年9月9日、穴井秀夫兵長と共に処刑される。馬術が得意で、学生時代にはしばしば大会で優勝し、次期オリンピック候補として知られていた。戦犯としての罪状は、特務機関長として、サウトの現地民に、スパイ容疑で拷問を加えて死に至らしめたであるが、現地民は、前田は、 曲つたことのキラヒがまっすぐな人間だ。善人であるから何とか助けてくださいと嘆願し、最後の後半の時まで前田のために有利な証言をしたという。前田は将校でかつ家族の指定であり、法学士であったため、オランダ軍からは非常に反感を持たれていたようである。前田は弟たちへの手紙に、いかに兄を極悪人なりと軍法会議で決定しても、 一般の声は善人なりという。これだけでも十分ではないかと述べている。死の前日、残る死刑囚に世話になったお礼の文を書き、最後の希望として検事に申し出たことを次のように伝えた。1、目隠しをせぬことに、手を縛らぬこと3、国家法送、陛下の万歳参照4、拳の紙に弧を焚き込んだのに習い香水一瓶を、遺体、遺発の送付以上全部承認。 当時私の決心は、自動車から降りたら、裁判長並びに、立ち会い者に微笑と共に、挙手の礼をし、最後に遺留品として、メガネを渡し、それから、日本の方を向いて、脱帽再敬礼、国家放送、両陛下万歳三章、合唱して海いかばの上の句は放送し、このようば重生と共に、はい、さようなら、という順に行くつもりで、私のような凡人に、死ぬ直前に、 歌が歌えるかどうか、これが最後の難問題だと思います。皆様に対し、遺留品として意と、針、小新聞、本、マッチ、その縦のぐい歯ブラシ、衣類なんでも申し出に応じます。前田翌日、二人は書き置いた通りの手順と態度で、銃殺された。大きい声で歌も歌い、二人で何事か、言葉を交わして、笑い声を上げた直後、発射音が響いたという。 オランダ兵たちも、この歌声と笑い声の最後には、恐れと驚きを感じたようで、収容所内での虐待がその時からやんだという、ありがとうございます。